はい。それでは GTR ニスも見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずフロントバンパーですね。綺麗な塗装状態になっておりまして、カーボン、まあ、全部カーボンなんですけれども、カーボン地が出てるところのね、このツヤも、綺麗な感じですね。グリル周りも、非常に綺麗な状態。そして、このエンブレム周辺も綺麗ですね。このあたりの塗装状態も良好な感じです。で、下はですね、この、まあ、ゴムかな。こういうのがついてまして、こんな感じで。ここでちょっとだけ擦ってるところがあるかなっていうぐらいですかね。こんな感じですね。で、左前。左前の方も綺麗な状態になっております。こんな感じですね。左前の方の下は、ここかな？ここだけ微妙にちょっとだけ擦ってるかなというところですね。で、ヘッドライトは左右ともクリアで綺麗な状態です。続いてボンネット。こちらもドライカーボンのボンネットが、塗装されているような感じですね。で、特に気になるような傷、そして飛び石傷なども見当たらないですね。ダクト部分の、クリアの塗装というのもこんな感じで綺麗な状態になっております。こんな感じですね。続いて左側面見ていきます。まずフロントフェンダーですけども、こちらもドライカーボンになっておりまして、その上から塗装がされているというような感じです。で、こちらのフェンダーも綺麗ですね。続いて、左フロントのホイールです。ニスモ専用の、レイズのホイールが装着されている感じでして、綺麗ですね。で、そして、日産の、イエローキャリパーですね。カーボンのローターになっておりまして、こちらも綺麗ですね。で、タイヤの方の溝はまだ残ってますので、このまま全然使えそうです。続いて、ドアミラー。綺麗な状態ですね。助手席側のドア。こちらも特に気になるような傷は見当たらない感じです。そして、サイドステップですね。こちらもね、綺麗な、状態になってますね。クリアの塗装が綺麗に出ております。そして、リアフェンダー。リアフェンダーも、綺麗ですね。特に気になるような傷は見当たらない感じで、ルーフサイドの方もこんな感じで綺麗な状態になっております。で、側面の凹みですけれども、特に見当たらない感じですね。続いて、左リアのホイールです。左リアの、ホイール。こちらも、がれ傷なく、綺麗な状態になってますね。で、タイヤの溝も、そうですね。内側まで、まだ残ってますね。続いて、リアバンパーです。このリアバンパーもですね、ドライカーボンになっておりまして、この辺のカーボン地が出てるところ、綺麗な状態ですね。こんな感じです。で、塗装の方も特に気になるような傷は見当たらない感じですね。綺麗ですね。こんな感じです。で、
トランク。こちらもドライカーボンになっております。へこんでいるところは特になく、この純正のリアウィングもですね、クリアの塗装が非常に綺麗な感じで出ている。そんな感じですね。はい。じゃあ続いて右側面見ていきます。まず右リアフェンダーです。綺麗ですね。ルーフサイドの方も、特に気になるような傷は見当たらない感じです。続いて右リアのホイール。こちらも綺麗な状態ですね。はい。そして運転席のドア。運転席ドアも綺麗ですね。そしてサイドステップの方も、まあ、特に気になるような傷は見当たらない感じで、クリア塗装も綺麗な状態。ドアミラーも綺麗ですね。そして、右フロントのフェンダーです。右フロントフェンダーも綺麗ですね。そして、右フロントのホイールです。右フロントホイールも、ガリ傷なく、綺麗な状態になってますね。続いて、右側面の、へこみ。特に見当たらないですね。そして、カーボンのね、ルーフです。で、こちらのルーフもですね、クリアの塗装が、こんな感じで、綺麗に出てますね。はい。では続いて、内装を見ていきます。まず運転席のドアトリムからです。パウンドスイッチ周りも綺麗な感じですね。こんな感じです。綺麗ですね。で、ちょっとね、ここにね、前のオーナーさんがこういうのね、入れてある感じです。で、スカッフプレートの方も綺麗な感じになりまして。で、フロアマットですけども、これ社外品のマットなんですが、ニスモのですね、新品のマットを、用意してありまして、これは、まあ、展示用というような感じで見ていただければと思いますので、実際はですね、新品のマットが装着されます。で、シート、ニスモ専用の、レカロシートですね。こちらも綺麗な状態になっていまして、助手席側も綺麗な状態です。で、ステアリングが、バックスキンタイプ。な感じですね。まあ、握るところは多少はこう、薄くなってるんだろうなっていう気はしますけども。まあでもそんなにわかんないですかね。で、ダッシュボード上も、アルカンターラという感じで、とても綺麗な、そしてスタイリッシュなダッシュボードですね。このあたりも、とても綺麗な状態です。シフト周りも、綺麗ですね。で、サイドブレーキ。このドリンクホルダーね、これもね、傷つかないようにね、前のおざんさんがつけたんですかね。ここもそうですね。ついてますね。これがね、USB ケーブルがついてると。で、レーダー探知機がですね、この上についていて、これドライブレコーダーが、まあ、2個ついてるってことなんですかね。こっちね、360度は重いな、多分車内とかがね、見れる感じにしてるんですかね。こんな感じになってますね。で、ETC の車載機と、まあ、この辺のスイッチ類なんかも、綺麗な状態ですね。では、ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。もうかかりもね、力強い感じですね。やっぱね、アクセル踏んだ時のね、レスポンスが非常にいいですね。で、バックカメラ、ガイド線付きでついております。
はい。では、続いて、トランクを見ていきたいと思います。トランク。まずですね、これね、裏見るとわかるんですけども、ドライカーボンのね、トランクになっております。で、先ほど話しました、ニスモのね、この新品のフロアマットが、今トランクね、積んでございます。で、よいしょ。トランク自体はこんな感じで、まあ、この辺の、傷なども特になく、まあ、マットもですね、綺麗ですね。こんな感じになってますね。はい。よいしょ。続いて、助手席側です。助手席の、ドアトリム。こちらも綺麗ですね。こんな感じです。で、スカッフプレートの方も綺麗な状態になっておりまして、まあ、足元こんな感じで綺麗ですね。で、助手席側のシートもとても綺麗な状態を維持しているという感じです。で、まあ、シートもですね、カーボンになっているというのがニスモですね。で、あ、そうだ。リアのドラレコですね。で、リアシートの方もこんな感じで、綺麗な状態になってますね。で、このルーフもアルカンターラという感じです。はい。では、続いてエンジンルーム見ていきたいと思います。はい。では、エンジン見ていきたいと思います。ベルト周り、特に変な音はしてないですね。で、エンジンの方も、特に変な音もせず、アイドリングもね、落ち着いてるという感じです。で、ニスモのスポーツリセッティングがですね、施されているような感じになってますね。で、エンジンルーム内も、まあ、ご覧の通り、かなり、綺麗なエンジンルームになってますね。では、続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは GTR ニスモ、試乗してみたいと思います。MY20 モデルですね。カーボンがふんだんに使われたモデルという感じでして、まあこのモデルでつくば踏ん切りをした車ですね。まあ本当ね、マツダ選手が乗っての踏ん切りなので、まあ普通の人が乗っても踏ん切りはしないでしょうけれども。で、走行距離は1万5800キロという感じで、まあ世の中にある MY20 の GTR ニスモと比べたら、ちょっと距離はね、多いのかなというところですかね。で、この車ですね、まあ仕入れして、私がですね、乗って帰ってきたんですけれども、まあ、街中から、高速まで含めて、走らせて、まあ、チェックも含めてね、乗ってきたんですけれども、GTR ニスモってもっとこう、スパルタンで街乗りしづらいのかなっていうような、印象があったんですが、とても乗りやすくてですね、普通に街乗りができる。まあ、乗り心地も、やっぱり通常の GTR に比べれば、ちょっとね、硬いんですけれども、コンフォートモードに変えてあげれば、ちょっとね、トゲもなくなり、ある程度ね、マイルドな感じにもなります。で、なんといってもマフラー音がですね、静かなんですよ、すごく。まあ、法規制の問題もあるとは思うんですけれども、まあ、それこそ初期モデル07とか08のモデルの GTR なんかと比べるとね、かなり静かです。で、乗り心地も0708と比べても、もう全然いいです。なので、まあ、このシフト周りのメカニカルな音とか、まあ、そういうのも含めてですね、全然してこないので、初期モデルの GTR 乗ったことがある方ならわかると思うんですけども、まあ、よっぽど多分初期モデルの方がですね、なんかすごくメカメカしい感じで、あ、なんかこう、すごいレーシングカーみたいな印象になるかなっていうぐらい、GTR ニスモ
こんなんで本当に踏ん切りしちゃうんだっていうぐらい普通に乗れますっていうぐらい全然普通の車でしたね。で、まあ高速も走らせて特に何の違和感もなくですね。で、600馬力って言ってもいきなり唐突にドカーンって出るような600馬力でもなくて、まあトルクがありながら出てくような感じなんで、そんなにこうすごい気を使うようなアクセルワークになることもないですし、まあ本当乗りやすいです。こうやって今街中走らせてもこのシフトショックも全然ないですし、でこの辺走らせてもね、まあマイルドな感じですよね、乗り心地も。でシートはあのニスモ専用のこのレカロシート、まあ標準のプレミアムエディションとか、まあ、そういうところのシートと比べるとですね、やっぱり多少ちょっと硬さはあるかなっていうような感じはします。あのブラックエディションに採用されているレカロシート、まあ、あれと同じようなあの硬さかなっていうところですかね。まあ、そこにもうちょっとこうホールド性を持たせているようなそんな感じのシートですかね。まあ、あとはこのアルカンターラが至るところに採用されている内装なんですけども、まあ、ステアリングもこの、ね、バックスキンタイプというような感じでして、まあ、ちょっとねグローブはめて走らせたいかなっていう感じですかね。普通に素手でですね触ってるとやっぱりちょっとね滑りやすいところはあるかなっていうような感じです。で、まあ、この先もですねだんだんとこうここの生地がね薄くなっていくので、まあ徐々に滑りやすくなっていくところを考えると、まあ普通に街乗りもねしたいなっていう方であれば、ステアリングだけこの擦れちゃう前にですね、なんか革のステアリングに変えてこれを取っとくというのもありなんじゃないかなっていう気はします。まあ、車的にはですねモデル年も非常に新しいですし、走行距離もね、そんな走ってるわけではないので、特に何の違和感もなくというような感じかなという感じです。でブレーキ、これカーボンのブレーキが採用されてまして、街中でもね普通に全然使えるんですけども、標準の GTR のブレーキ踏んだことある方にとってはなんか一発目ねあんまり止まらないなって印象にあると思います。熱入ると普通に止まりますね。はい、以上 GTR ニスモの試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。